おはようございます。ロックタクシーです。それでは本日もよろしくお願いします。お客様とのやり取りで、何でもクルリンパ攻撃でいい話に変えてしまうこのロックタクシー。先日あった当たり障りのないお話をお聞きください。最近はバイクに乗る人がそんなにいなくなった的な話の流れから、僕なんかの頃はもう16歳になるのを待って、もう待ち焦がれて、そして16歳になりまして、はい、バイクの免許取りに行きましょう、そういう世代ですから、もうバイクはみんな乗ってました的な話になったんです。そしたらそのね、お客様が、まあね、僕よりもね年上の女性のお客様でした。うちのせがれもそんな感じだったんですけれど、バイク免許取ってバイク買って遊びに出かけたら、その遊びに出かけた先でちょっと柄の悪い車にちょっと文句を言われてしまった。それ以来もバイク乗るのやめようかな。そんなひどいことあったんですか。その車に乗ってる人がバイクに乗ってるそのワコードに文句言うなんて、それはひどいことですよね。それひどいことじゃないですか。ね、しかももうさ、バイクでそれがトラウマになっちゃってね、それがバイクで出かけたらもうまたあの車に文句言われちゃうんじゃないのかとかさ、その大体文句をバイクの青年に言うなんていう、その人自体がもうダメダメちゃんなんだけどね、ダメな人なんだけどね。でも僕その時に、僕がねそれなりのクルリンパを言ってみたのはね、もしかしたらその怖い車のおじさん、お兄さん、怖い車の人はその怖い車の顔をした天使だったのかもしれませんよ。それ以上もしかしてその息子さんがそのバイクに乗っていたら楽しくないこと、まあほらいろいろあるじゃない、事故とかさ、楽しくないことがあったかもしれないことを、もしかして悪魔の顔をした天使になって、なんじゃこれやーって、何バイク乗っとんのじゃーって、なんで関西弁なのかはよくわかんないですけど、なんじゃこれやーみたいな感じでね、じゃないですかってそのお客さんに言ったら、クルリンパで、それいいですねって、そうでしょって、その息子さんは今何をされてますかって、いやもう昔の話ですからそんなこともすっかり忘れて、もうそれからは車すぐ乗って車になりましたよって、車生活になりましたよって、でしょって、もしもそのままバイク乗ってたら、もしかしたら今その息子さん、最悪なのは天使の顔をした悪魔、もうこれも最悪だな、あなたの身の回りにもいるかもしれません。もう天使なんだよ、顔とかもう、姿は天使、本当に天使、この天使がね、お金ちょうだい、マネー、プリーズマネー、
あれ外人じゃん、それ。それ外人じゃん。違う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 。天使の顔した悪魔、それ気をつけてください、皆さん。もう本当に気をつけてくださいね。本当、姿は天使ですよ。本当に天使。本当、姿は天使。でももう、あれ、これ悪魔なんじゃね？これ言ってることと行動、これ悪魔だろう。自分にとって悪魔でしょ。そういう、これ悪魔だなと気づいた瞬間に、それ以上悪魔に関わらないでください。関わったらダメです。悪魔を懲らしめてやろうという考えも絶対ダメ。それもダメだから。悪魔にはかなわないから。もうかなわない。僕もね、もうね、何度か悪魔に挑んで、全部敗退してますよ。全部破れました。しかも、とてもひどい破り方ですよ、もう。ね。ほんと、救急隊ですよ。レスキュー隊要請ですよ、もう。ね。ですから皆様、いいこと聞いたなと思ってくださったんだとしたら、悪魔だと思った瞬間に、逃げてください。とにかく逃げてください。That's all right!